ほら放送事故ミミリグッモーニングコーザーエイプリルフールではございません、リアル放送事故で始まりました、毎週水曜日そうです、10時からスタートなんです、グッモーニングコーザー略して GMK、この時間が始まりましたね、11時スタートだったのがね、1時間前倒しっていうことは、いろんな大人の事情があるんです。ということでね、あとでたっぷりですね、その大人の事情の背景をこれから皆さんにね、ご紹介したいと思いますけどもね、今日から4月1日、ね、マイオアシスでもこう、ね、こう、エイプリルフールの話題でね、こう、持ちきりだったんですけど、エイプリルフールとともにですね、新年度がスタートしたということでね、そうなんですよ。観光庁とかね、こう、いろんな、こう、ところではね、まあ、あれやこれやと、やってるようでございますけどね、慌ただしい、こうね、一日がスタートしたようでございますよ。ということで、ツイキャスもですね、こう、ライブを始めたらすぐ、こう、中止になりました。これね、スティービーさんのせいじゃないんです。なんか、メンテ中らしいです。なんかよくわかんない。水曜日10時はメンテ中なの？じゃあ、このツイキャスはできないっていうことだろ毎週マジかよ設定変えてねあらしいですよあツイキャスそのものがそういうなってるわけ間の時間帯を迎えましたさあということでねユーストでお届けしているね、GMK でございますけどねそうです、今日の、ね、4月1日 FM 講座スタジオ前、中央パークアベニューそして国道330あこんな感じでございますよね違法駐車があります皆さん110番してください、若葉マークの違法駐車ね、ということでございますんでねよろしくお願いします、330もスムーズに流れてって中央パークアベニューは全然こうね流れてないまあそんな感じでございますねさあそして今日の、AD はですねゆきちゃんお疲れ様でございましたねはい、ゆきちゃんの横に座ってるこの方ですはいおはようございますおはようございますあんた誰ね違うさだからお初の人見るかもしれないから自己紹介してっていう意味さはい、はい、新人スタッフのミミリですミミリさんお願いします昨日ちゃんとこうマイオアシスを、はい、ピンチヒッターでピンチヒッターだな2時間頑張りました2時間頑張ってね、はい、すごかったさ反響がえそうですか一部から一部からそう一部からいやいやそうよ、はい、皆さんありがとうございますなに女性にこう年を聞くの失礼なんですけど、はい、ミミリはおいくつ なんの27歳ですあじゃあメイグよりはちょっとこう年取ってんだな、はい、そうなんですあの最年少っていうわけではないなわけではないな、はい結構言ってますまあ結構言ってて、はい、ぶっちゃけどうでもいい年っていう感じそうですかね、ミミリはねどこ出身なのさ沖縄市出身です沖縄市出身、はいじゃあ栄えあるあのコザユニバーシティハイスクールに行ってたのそうですウリヒャであんたさ、はい、この間のほら、工芸フェアの時に、はい、特技をこう披露したんだけど、はい、あの股割りっていうの、はい、あれ何あの大相撲の新弟子検査にこう受かったのそうですねうん、うん、ちょっと重量が足りないっていうことで首になったわけあと身長も足りないかなあ身長も足りないっていうことでね、はい、でどこまでボケるわけすいませんのって乗りツッコミはいいんだけどさそのままこうあの突っ込んで、はいね、新体操をやってたわけでしょそうですで新体操あなたの年から言えばですよ、はい小座高校のこう当時あなたのこう現役の時は、はい、すっげー強い時代だったんじゃないのあそうですね、ね指定校ってなんかなってたんだよねあそうですそうです強化選手が集まっていた集まるとこね、はい、時でしたねであなたは沖縄市出身で、はい、そのまんまこう、レギュラーだったのそうですねウリヒャいろんなとこからも来るわけでしょ、はい、大和からも来たの大和からは来なかったんですが来なかったけど、はい、北はどこから来ていたの北は、うん、いやでも沖縄市の子が多かったですなんじゃそれ年代はあとは宜野湾市の方からあ宜野湾からね、はい、南は宜野湾ぐらいから、はい、全然小さいな、はい、エリアがな、はい、そうかもっとなんか名護とかさ本部とかさ、はい、糸満とかっていう話が出るかなと思ったら割と近しいよね小学校から同じクラブチームで育った、うん、子たちがそのまま高校に集まってという
感じで選抜メンバーだったのでちょうど運が良かったんですよ ね、 あの沖縄市 の、 こう、はい、あの体操クラブって言ったら有名なとこあったよね、なんと、はい、なんとか体操クラブ、三笠崎新体操教室あのメンバーだったのね、はい、みんなね、もともとは、はい、はあ、そうですかね、隣でこう心配げにこうゆきちゃんがこうね、大丈夫かねこの子は、あのそうそうないかねっていう感じでねやってますけどね、先生がついてます、いやいや失敗したっていいからな、はい、耳にな、はい、失敗していいよ、はい、失敗していいよ、絶対失敗していいからねということでね、今日もよろしくお願いいたします。さあそしてですね、今日のね、レギュラーなんですけどね、昨日の10時に、この事実を知ったというね、10時放送ということをね知った、おはようございます。おはようございます。はい、もう少し早く知らせてほしいそうだよな、うん、いや俺知ってるもんだと思ってたさ、なんでよだ違うよ俺はもう2月ぐらいの時点で、はい、山内さんからね、ごめんスティービーさん4月から10時にしようねって言ってたわけ、うん、で言ってて、ほいで前日にね一応確認でさ、うん、お昼ぐらいにこう FM 小座来て、こう山内さん明日10時だよねって確認しに来たわけさ、うん、そしたらよみんなどよめいていた他のスタッフがは聞いてないけどっつってさ、うん、うん、メグとかもさみんなびっくりしていた。それ山内さんのせいにしてます？あ、だそうそうだよ社内のこういろんなこうコンプライアンスがこう全然しっかりしてないから、はい、こう耳にも知らんかっただろ今日10時からって、はい、な全然知らんよな。朝知りました。ほらほらこんなコンプライアンスで FM こと大丈夫すいませんこれエイプリルフルでもないよということでね、まあ昨日思い出していただいてよかったですそうだよ今日やったら絶対起きてないしな、起きてないですね、こうすごいこう、うん、眠りの世界に入ってるし、うんうん、ねえということで来てみたら終わってたっていう来てみたらな、うん、そう俺今日10分前に来たぜっつって言ったらもう終わっていたというなっていう感じでございますけどね、はい、そしてですね、もう絶対はい、この時間にはもう不可能と言われてたゲストがですね一人 いらっしゃるのでね、黄昏ているこの方です。おはようございます。おはようございます。自己紹介していただいてよろしいですか？リンボーですトイレね、うんうん、毎日ね、うん、人が酒飲んでる時電話すんな俺がいだから違うよ。3軒目に行こうという時に電話しやがっていや違う、さ前にこう登録してたさ携帯絶対繋がらんわけよ。いやでお客様の都合に林坊さんよ電話代ぐらい払えと思ったからさ、うん、でもうしょうがないからミッキーに電話するわけさ、うん、でミッキーあ今帰ったっつってからさマジかっつってからさ俺林坊さんに連絡取りたいんだけど、3434に電話したね、なんで3434っつってからさ、ほいでなんかもう一つ持ってるからっていうのでもう個人情報をボン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 こう紹介してくれるミッキー食堂にね連絡して、それで教えてもらったわけや。そうだ。余計なことする。とりあえずこの携帯でこれ、このアート小座っていうところ。あ、アート小座に来るわけね。そうそうそう。はあ、なるほどね、らしいですよ。三振三振、うん。ね、ということでございますんで、まあ、今日はですね、通常こうお休みタイムの時間なんですけど、まあ時期が時期なんで。今日もぜひ出ていただいていろんな告知をしていただこうと思ってますんでね、今日よろしくお願いしたいと思います、はいはい、さあここでですね大事な大事な CM その1なんですけど、ちゃんと粗相がないようにできるか、あー CM その1どうぞカラフルなトロピカルフィッシュに会いに行こう。那覇港発着オルカ号に乗って素敵な海中散歩に行きませんか。パノラマで見渡せる海の世界を体験、お得なお食事プランもあるよ。ウエストマリンはあなたに最高の時間をご提供します。 866-0489 ウエストマリン。保険の内容がわからない。加入している保険は自分に合ってるの？保険料もっと安くならないかな、などなど、お客様のそんな疑問にお答えいたします。お問い合わせは一般社団法人生命保険証券診断士協会詳しくはLCQS にて検索。ユーストのコメントってどこで見たっけ？下の方だよね。リニューアルオープン、来店者全員に素敵な特典をご用意。抽選会でバーベキューグッズプレゼント、これか、さらに iPad がもらえるキャンペーン開催中。詳しくは店頭スタッフまで。 982-2136 ソフトバンク中野町店。100日記念の笑顔、七五三のおすまし顔、十三祝いのはにかんだ顔、
成人式の背伸びした笑顔、大切な子供の成長を記した一枚の写真。三三丸沿い黄色い建物が目印、第一スタジオはあなたの思い出作りをお手伝いいたします。木材のことならワウケ材木店、木材販売、新築、住宅リフォーム、店舗改装、木材のプロが真心を込めてあなたの思いを形にします。お問い合わせは 937-1215 ワウケ材木店。北中城村島袋に日本そばと天ぷらの店、本場仕込みの日本そばとサクサクの天ぷら、ジューシーで柔らかいアグー天ぷらも大人気。落ち着いた店内とこだわりのメニュー、島袋小学校入り口近く赤い大きな看板が目印、日本そばと天ぷらの店ももあん。ホッカホカ上がりました。放送事故でした。さあということでね、ミミリがこうね、テキパキとこうやっているね、番組でございますけどね、ミミさんカフを上げないと声聞こえないみたいですねそう、人間一つのことでね、こうあの一回にこう二つも三つも同時進行できないからな。そうですね、うん、難しいよ、はい、でもあなた身体操やってたでしょこうリボンやりながらこう手上げたり足上げたり、はい、三つ四つもやってるよね。やってましたね。やってるよね、はい、なんかできるはずよ。そうですねさあということでね、まあ、ツイキャスはね今こうメンテナンス中なんですけどね。ああ新規タブ、あ、そうですね。ね、今、ユーストリームでもね、配信しています。そして、メッセージも皆さんからお待ちしてますのでね、メッセージはこちらまでよろしくお願いします。761@fmkoza.jp761@fmkoza.jp まで皆さんからのメッセージお待ちしてますよ。でですね、ユーストをね、来てますよ。AKB ファンさん。やっぱりツイキャスメンテナンス入ったね。AKB ファンさん、ミミリー、はい、頑張れって。ありがとうございます、ね、もう心配してるよ、はい、ね、嫁に出す娘のような心境なんでしょうかね、AKB ファンさんね、何これ、ラジオドラマ、ラジオドラマってどういうこと。ラジオドラマは聞けないみたいので諦めますね。諦めてくださいということですラジオドラマはこうやってませんねこの時間ね。環境課からメッセージが来てます。あ、これ違うメッセージ来てますよ。 AKB さんから来てますよ。業務連絡、ツイキャスのメンテナンス終了です。ツイキャスやる、 ありがとうね。もうじゃあじゃあじゃあ、はいはい、じゃあ復旧すればいいわけね。はい、ありがとう。こんなって指摘してくれるね。もうなんせね、あの先週からこうちょっとこうあのなんていうの、こう FM 講座のねこう、なんていうの、こうシステムもちょっと変わってね、喋ってるといきなりこう CM も入るらしいということで、ゆきちゃんがぼやいてましたけどねもう内情もダダ漏れしてるというね、個人情報ダダ漏れのこの番組でございますけどね皆さんからのメッセージもねもうよろしくお願いしたいと思いますんでね、待ってますよ。ツイキャスね、復旧しましたよ。よろしくお願いいたします。さあということでね、今日はですね、リンボーさんにこうちょっと来ていただいたのはですね、何の宣伝かということでね、あんでミーチキないでもうあの不機嫌なの分かるよ。まだ寝たい寝たい、分かる、分かっているな、2時3時まで寝てるの分かる、ね、いや起きる起きる昨日何時まで寝てたの、あ、飲んでたの、覚えてない、覚えてない。3軒目まで行った、3軒目、とりあえず1軒目どこ行きました。ミッキー、ミッキーね、ミッキーはもう定番ですからね。あの席も大体こう決まってますからね、リザーブでね、角の方のね席で、こう昨日何食べました。昨日覚えてないですか。覚えてないね、この辺で老化現象がよく分かってくるというね、まあ、とりあえず食べて飲んで1軒目、その後ミッキーの後どこ行ったんですか。トノマ、トノマ行って、でその後3軒目ちょっとスナック、女の子がいるところ、あ、女の子がいる、千春というとこ、あ、千春というとこ、好みの子、女の子いましたか。いないよ。いない。あの FM 講座のスタッフとこ千春の女の子どっちが可愛いですかね。同じ上かな
かこういいことなのか悪いことなのかねよくわかんないですけどね。さあでももうリンボーさんにね無理言ってキノコをね、出ていただいたのはもう4月ですよ今日から。ねえ、ねえ、あっという間に。あっという間です。で4月といえばもうテルリン祭のことでね、もうやっぱこう話してもらわないとしょうがないかなということで、うん、で今 FM 小沢もこう深夜こう0時からかなこう週3月水金かゆきちゃんねでやってるんですけど、ずっとねもう今年もテルリン祭の時期がやってきましたということでね、ゆきちゃんの MC でこう宣伝してまして、4月今年は12日ですか12日の日曜日、正午沖縄市中央パークアベニューでスタートなんですけども、はい、まあ後からねこう出演者とかいっぱいいろんな方こう紹介しますけどね、そのこうもともとはですよテルリン祭ってこう何のきっかけでこう始めたんですか、ね、リンボさん、うん、結構第1回目やるときにね、うんうん、やっぱり構想3年ぐらいかかりましたよ。おお、始める前から3年かかったわけね。うんうん、親父が亡くなってから何かやろうかっていう、はい、あーはーはーはー、なるほど、ね、3年間難しいじゃないですか。あ、まあまあね、うん、こう喪中とかね、いろんなこともあってね、うん、で小さいライブとかは、うん、はいはいはい、ちょっと少しやってたんだけど、うん、でっかくやろうかっていう、うんうんうん、でこうまあいわゆる4月4日がこうね、テルリン祭っていうことなんですけど、はいはい、なんで4月4日なんですか。あのね、うん、4月4日はね、うん、僕の親父のね生まれ年誕生日なんですよ。生まれたる日ならわけね。生まれたる日ならわけね。昭和4年4月4日。あ、マジですか。しっ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 あ、なるほどね、もう笑ってたんだ生まれた年から。それで昭和4年、もうこれもゴロなんだ。そうそうそう、ね、4のゾロ目、昭和4年の4月4日生まれ。はあ、それでその日に合わせて、はいはいはい、まあ、生誕祭というようなことも含めて、うん、小座の町でやってみようと、はいはい、いうことで、これ何年前ですか、1回目は。7年前、7年前、7回目、この7回目、ね、今回7回目ということでね、最初の頃はね、うん、4月4日に集まってて、うん、いつもやってましたよね。平日で、平日なんでこれやってるわけっつってねいつも平日だって1回目パルミラパルミラでだよね。パルミラその時アートコザってあったさ。あった、そうそうそう、ね、それがあって2回3回ぐらいはパルミラでやったかな。そうそうそう、ね、それぐらいやりましたよね、うん、でその後こうパルミラなんだけど、うんうん、ずっと雨降るわけよね。雨降って雨降ったら屋根のある一番上に逃げるわけよね。逃げ込んでしまうっていう。で逃げてざんざん降りの中ね、そうそうすげえ人がいっぱい来て、あの一番街とかねパルミラに人が来て何やってるわけ、あテルリン祭っていうぐらいの、だん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 こうあの認知度が上がってね、まあそうそう地元の人はあんまりわからないけど大和からすればさ、はっさび、これマジこれただでやるわけっていうようなイベントだよね、1回目からね。そうそう、ね、もう1回目からゲスト、まあ、出演者って何儲けられるのって言うけどよ、儲ける気も一切ないから、儲ける気ないよね、だって無料だからね。まあこれを例えばですよ、うん、沖縄市民会館の大ホールとかで、うんうん、このメンツでやったらですよ、うん、入場料これどれぐらい、僕1万取っても絶対こうあの高くないって思うわけ、うんうん、これ大和でやったら3万ぐらい取れるよ。問題はね、問題は、うん、これ、うん、これ昼の12時から9時までだから、うんうんうん、お客さんがその中で持つかだよね。そうだよね。まあ、出演者もほぼもう本当にもうなんていうかボランティアというかね、そうそうそう、いう感じで出てくれるさ、うん、でそのまあ大体若手からだん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 こう出てくるさね、でそのこうもうみんなほら掛け持ちもあるはずだから、こう順番終わったらまたこう自分のこうお店行ったりとか、こうあのイベントとかねこう行ったりとかする中で、みんなやっぱり最初からやっぱ心よく引き受けてくれたんですか、出演者の皆さん。全然、うん、オッケーした、うん、もうあそうね、あるんだ、立花、あの陰順堂みたいな感じで、そうそうそう、ね、で
お願いしてもないけど出てくる人もいるんだよね。そう、これが一番めんどくさいっていう。あの、いや、テルリン祭ってさ、ミミリ、あの、一応、まあ、テルリンさんのあれだから、はい、テルリンさんも漫談もしながら、こう、あの、民謡も歌っていて、はい、いわゆるこう、民謡関係者だよね。そうそう。こう、生前のテルリンさんと、こう、あの、親交があったね、こう、お付き合いがあった人とか、まあ、あのお弟子さんとかね、そういった人たちがこう、うん、こう出るんだけど、はい、ヒゲのかっちゃんも出たよな。そうそうそう勝手に出てしまった。勝手に出たわけよ。勝手に。あ、一番外だったね、あれね。何回目だ、4、5回目ぐらいかな。なんでかっちゃんが出てるみたいなね。そうそうそう勝手にはね、かっちゃんとかね、うんうん、で師匠とか勝手に出るなって言ってたけど、うん、ってそう、勝手に出るわけよ。勝手に出る。で、出るなとも言えんしな。そうそうそうねえ、そう、でそ、それからこう、で、うん、次の、空とまた来、うん、1年先のタッグに、はいはい、この宮沢がやってきて、ねえ、勝手に宮沢和美さんがね、勝手に歌いがって、あの三振一本持ってね、あのすいません出してくださいって言ったから、なんのアポもないよ、なんのアポもないよね、なんもアポもないんだけど一番街でへあれ平日の時だよね、であれね、うん、おじいおばあだか。あ、仕事上手でやってる、ね。しまった。しまった。タヤかって。そうそうそう。え、この兄さん、タヤが。え、山本の人だけど、こう、あ、上手やさや、みたいなね。そんな感じだったよね。持ち歌なんだけど、みんな知らない。そう、まあまあ、しま歌はね、こう、あの、よく、あの、くんくんしの教則本の1ページ目にも、こう、あの、クレジットされてるぐらい、まあ、島の人にも認知されてますよね。そうそうそう、最初はなんで大和の人が島歌歌うかとかっていうのもあったんだけど、うんうん、それぐらいもう有名になっちゃって、で、あのよくこう、あのオリジナルがよくわからないっていうね、はい、こうお年寄りの方はね、で、みんなほらやるからね、こうあの歌さなんかこう、カバーしてやってるから、タヤがオルニーさんジョージアさやみたいなね。ね、ね、あの時ね、うん、宮沢さんは要するに、うん、ブームっていうバンドがね、そう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 、その時にね、うん、それやってて、うん、全く十何年も経ってからなかったみたい、しの歌は。あ、そう、うん、あ、そうね、そうそうそう、ライブでもじゃあ歌ってなかったの？なかったって。へえ、そうなんだ。それは、うん、うちのスタッフ大和がいるんだけど、はい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 、これとかたまにね、大和でもこう舞台の仕事してるもんだから、はい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 、はい、全然歌ってるの見たことないって言って。はあ、そう、うん、でも、もういわゆるブームファン、宮沢ファンの中でも、うん、え、小座で島歌歌ってたよ、三振一本でって、これもすごい、もうすごいですよ、プレミアつくよね、うん、はあ。で、普通だったらさ、会場だったらもうあの写メとかあんなのこう現金とかって みんな取り下げ放題だよね、うんうん、もうあの大和から来てからさ、すっげえこう三脚とかこうあの放送局の人みたいな感じの人がもう陣取って撮ってる人もいるさね、うん、すごいね、ね、去年はね、うん、もう撮るなと言ってたんだけど、うんうん、今年からもう解禁したんですよ。解禁したもう勝手に撮れみたいな、勝手に撮って、うんうん、ね、YouTube が流せみたいなもうね、すごいオープンなイベントだろうわけ、はい、びっくりするね、うん、いやでも本当にあのよくさ、まあ、あの生前の、凛介さんを知っている、はいはい、もうベテランの歌さとかいっぱいいるさ、はい、神谷さんとかね、はいはい、それから、まあ、歌さではないけど、はい、あのビセカツさん、キャンパスレコードのビセカツさんとか、うんうんうん、通常ほら、亡くなった人のこう個人のね、あれったらこういいことしか言わんさね、はい、もうあるよ、お金借りてから解散でよとかさあれの話いっぱいするよね。そうそう、あのねはっきり言って、うん、放送には耐え難い、ね、放送できない、息子が聞いててどんな感じなの？いや、普段からいつも聞いてるから全然全然平気で何とも思われてる。ね、あの、なんていうの、女性の話とかね、そうそうそう、いっぱい出てくるよね。そうそうそう、あ、大丈夫やかやっていうのをね、みんな MC で喋るわけよ。もう今年は何喋ろうかなってみんな考えてきてるんだ、それね。多分考えてるね、え、まあ、そこもまたこう楽しいとこなんですよね。うん、で、まあ、テルリン祭の出演のメンバーこれからたっぷりこうお話しするんですけど、まずこれリンボさん、これちょっと持ってもらっていい？これがこうプレ、テルリン祭ということでね、第7回テルリン祭のプレイベント。はい、これはあれ、うん、
結局、うん、さっき話した4月4日、はいはい、の日が初めて土曜日に当たったっていう。おそうだね、うん、あのいつもは4月4日が平日だから、そうそうそう、もうここ3年ぐらいはこう日曜日とかね、そういうの合わせてやってましたよね、うん、でこれはもう4月4日、うん、これは毎年やってることなんです、はい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 、これだけやろうっていう、うんうん、で、今回の、ね、うん、このこのライブは、はい、ハゲチャビンが2人出てる。ハゲチャビンって言うな。原由紀人さんと与那覇徹のことね。芝生2つやってるんで、こいつもそろそろハゲるんじゃなくて、なかなかハゲてくれない。一応、なかなかハゲてくれ、あの歌さんの中では若手の方ですからね。若手。いや、でも徹も結構この若さでハゲてきたんで。ハゲてるって言わないで。丸刈りにしてるだけよ。あの与那覇徹さんも、彼のこう名誉のために言うけど、こうもうサラサラヘアで、ね、ちょっと恥ずかしいんじゃない、ずっとあれ帽子かぶってるっていう。ロン毛だったからね、もういきなり丸刈りしたとびっくりしたよね。今はね、固定の時はちゃんと帽子取ってやってるけど、うんうんうん、民謡だと出てくるね。自分のライブの時はね、まあ、もともとこう洋服着てズボン着てってやってるんだけど、これはね、うん、こっちパーカビルから入ってきたら、うんうん、最初の信号機、はい、一箇所しかないんだけど、そこを左に曲がっていくと、50メートルぐらいってところにね、はい、右手にセンター公民館っていう、センター公民館っていうボロボロの公民館があるボロボロまで言わないで、楽器屋さん怒るよ。でも本当天井ボロボロなところなんで、一応2階のホールはあのリニューアルしてるから上等だよ。うん、ね、手にはしてないよ。で、4月か、はい、どうですね、会場が6時半なんですけど、うんうんうん、多分おじいおばあなんかも5時ぐらいから来たりするもんで、うん、あーはーはー、なるほどね、関係ないんで、うん、開演が7時、はい、これもあんまり関係ないですね、うん、8時ぐらいちょっとかからないといけないっていう。もうあの1時間ぐらい押すの関係ないと、関係ないから、その代わりいっぱいシーブもするさっていうことだよね。これはね、ちょっとうん、荒行くと1000円しみじゃんけんを言われて、うんうん、周りのスタッフに、あーそうなんだ、それ2000円になったんだけど、それではやっぱりかわいそうだから、うん、ワンドリンクつけようかと、あはね、ええ、そうなんでテロリンサイヤーだった、ね、ただだのにっつって言う人もいるんだけど、あのね、皆さんこれあのコザテロリンサイっていうのは行政の力も何の力も借りないで全部全部自費でやってるんですよ。そうそうそう、こういうハゲチャビンで、ハゲチャビンって言うな。だからそのこうプレイベントをやってね、そうそうそう、こう資金をこう、そうそうそう、ね、こう作って、でそれやるにもステージとか、はいはいはい、こういろんなスタッフとかこう弁当とかいっぱいかそうそうそう、本当にかかるわけよ。でそれそう相当金かかるから、かかるから、それでこうプレイイベントで稼ごうということで、で、そういうことでね、そう思ってるけどね、うんうんうん、3月のプレイベントはね、赤字になってたんですよ。プレイベント自体が赤字なの？そうそうそう。じゃあ資金増税できんさ。できなかったんですよ。できなかった。皆さん、それでね、これ。あ、バッチ。はいはい、バッチ。買ってくれ。あ、いいよいいよ。これね、500円で。500円で。はい。これで。これ色違いとかもあるの？去年は黄色で、今年は緑で。あ、じゃあ今年はこの青っていうブルーでね。そうそうそう。ぜひ皆さん、これね、ね、数が限られてるから、うんうん、もう今買ってった方がいいよ。300個しか作ってないんで、当日すぐなくなるな、そしたらね、そうそう、う買い占める人がいるね、去年はね、うん、で買った人からカフイザつけ出すヤフーオークションで売る人いるかな、いるはず。いるよ、これまたさ、誰かにこうサインしてもらっとかやったら、でーすねー、うりうりうりゃーっていうさ、サインさせたらいいかもしれないね。そうそうそう、出演者にね、うん、まあそんなこうあの嫌な人文はしないでくださいよ。で当日も募金箱とかもある？あります、あります、ね、あのね、大阪来る、うん、ちょっと、まあ、可愛くもないんだけど、うんうん、普通の女の子が、うん、可愛くもないって言うな。うろうろしながら募金集めしてるんで。そう、ぜひ。だからこう4月4日のプレイベントの時にも募金箱を置いてね、はいはいはい、こうやってますんで、うん、もう本当に皆さんね、これはこうコザの宝というかね、うん、もう本当に手作りのイベントでございますので、はいはいはい、皆さんからのね、こう本当にこうあの応援を待っています、はい、AKB さん聞いてる？ね、あの兵庫の方からも応援してください。さあ、そして4月12日、本祭なんですけども、はいはい、お昼正午スタート、沖縄市中央パークアベニューをこう歩行者天国にして、はいはい、出ます、これがですね、これすごい、ちょっと読み上げましょうね、
読むの、千奈貞夫さん読むの、読まないとかわいそうさ。千奈貞夫さんでしょ、この間復活コンサートやったさね。ネットかなんかで見た方がめんどくさくない、うん、簡単じゃない。なんで中本浩二さん、はい、中本浩二さんは、中本浩二さんはドリフターズの中本浩二がのいましたね、うん、のおじさん、おじさんっていうか、まあ、いとこみたいな、あ、はいはい、親戚なんですね。だからあのドリフの中本浩二はこの中本浩二さんから来て、名前をもらったっていう。字がね、あの、こう、あの、電気工事とか、こうね、道路工事の工事にしてるだけで、うん、そういう人なんですよ。だから、てるりんさんともずっと一緒にやってた。いや、そう、またもう一緒ずっとやって。はい、今ね、うん、この間、ちょっとまたもう一人亡くなってしまったもんだから、うんうん、もう彼しか残ってないんですよ。残ってないっていうことですよね、うん、もうお元気でね。で、玉江さん、はい、玉江正明さん、はい、で、それから大工哲弘さん、はい、石垣から来る。あれどこにいるんだろうね、那覇じゃないの、ね、あ、那覇に住んでらっしゃるのがね。で、多摩精神さんでしょ、はい、今回初めて、あの、あ、多摩精神さん初めて、うん、あの電話して、うん、俺がいるからサンバだけ持ってこないで三振持ってこいですね。で、神谷浩一さん、それから前川主健さん、与那覇徹さん、西泊義則さん、松田和俊さん、中曽根はじめさん、千奈子定人さん、それから島袋達也さん、で光くん、これ福寺っていうの、福寺これ、ね、光弘、僕も知らないですよ。でだだ誰ねこの人は、分かんない、まだ一回見たヤマトの人違うんじゃないの。あ、そう、福寺じゃないですか、ふあの福寺かな、これ福寺って読むの、うん、はい。で宮沢和臣さんもクレジットされてる。でこれ光龍さんって読むの、台湾の方、これはね、うん、ん、東京じゃなかった、あ、東京、うん、はい、もうあの飛びますもんねトゥルルンテン、のんちゃんも出ますよ、はい、ね、大城美佐子さん、あ、予編勝子さん、山里由紀さん、金城恵子さん、予編愛子さん、はい、デーゴ娘さん、ガネコヨリコさん、金城美由紀さん、堀内かな子さん、知念小杖さん、ガナハセイラさん、ティンクティンク、それからこれなんていうの、超マサジュン、マサ、これ台湾の人、あ、この人が台湾か、うん、フロム台湾っていう人ね。これも見たことないし聞いたことないもうその機会聞いたことも言わないで新垣、これ成瀬さんかな、もう分からないのいっぱいいるから、分からないいっぱいいるね。で鳥はもう尊田青年会 A さん、そうそうそう、で司会は、あ、ね、玉城満さんね、うん、玉城満さん、そして、藤木隼人さん、藤木隼人、シーサーさん、立川シーサーさんね、じゃあよし、これあの、うん、あ、 NG、 藤木隼人さんが出るということでいろんなこう大人の事情がいっぱいありますよね、もう大変そうあるということで、ということで、主催は小座てるりん祭、実行委員会委員長てるやりんじろうさん、そして同事務局はアート小座沖縄市中央 3-3-3、電話これ言ってもいいの、いい、大丈夫、書いてるか言っていい、090-6861-3434 ね、3434って言ったところだよ公園沖縄市、琉球新報社、沖縄タイムズ社、沖縄市センター商店街振興組合、コザインフォメーションセンター、まちづくり NPO コザ町社中さんということでございますので、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。ぜひお願いします。今日ねやっぱりテルリンさんの曲をねかけたいと思いますので、はい、僕こうちょっとこうあのリンケンバンドの家庭文がね、あ、実はこうオリジナルこれだったのかっていうのがこう、うん、分からなかったので、はいはいはい、オリジナルの、はい、リンスケさんの方の家庭文を聞いていただきましょう、はい、どうぞ。リンボさん、僕2つある、2つも1つしか持ってない、1つしか持ってない、あったあった、番号に、はい、去年のも、これはもう去年のもある、去年のも、じゃあ去年だったら1000円だったっすよ、明日、明日でも、これどうしてカフェに入れてない、はい、はい、いや明日、うん、後でまた去年のね、あ、いいよいいよいいよ、3つぐらい残ってる、土曜日ちょっと意見からさ、うん、もうあのこれであの勘弁させて、起きていいよ、あ、いいよいいよ、長そう長そう、キジブラ上がりですもういいでしょ、え、
いいでしょ、もう。あ、いいよ、もう。寝といて、はい、ありがとう。写真だけ撮らせて、はい。検査する？カクカク。待って、じゃあ、リンボさん、はい。写真撮ってから終わろう。リンボさん、こっち撮ったら、はい。ありがとうね。リンボさん、あれだったら月曜日さ、最後に来週の月曜日夜8時からまたやってるから。お願い。あ、月曜日お願いします。日曜日12時。こんなって失敗したから覚えるわけさ、意味で。な、はい、失敗したから覚える。でしたね、はい、狙いのサイン通りです。打った感触は FM 小座が浮かびました。素晴らしいピッチングでしたね。強気で攻めました。勝利の瞬間はヒッティングチャンスが浮かびました。将来の夢を教えてください。甲子園、プロ野球選手、メジャーリーガー、 FM 小座、水曜日午後7時ヒッティングチャンス。不妊にお悩みの方、不妊症に悩んでいる方は多く、その割合はおよそ10組に1組。一度中曽根薬品を訪ねてみませんか。スタッフが丁寧にあなたの悩みに向き合います。漢方だからできること、中曽根薬品。老人ホームケルブデイサービス大空、私たちが一番に考えているのはお客様の心のケアです。あなたの隣人をあなた自身のように愛しなさい。お問い合わせは 936-1058 有限会社ケルブ。船から眺める夕日で優雅なひとときをあなたに。那覇港発着モビーリック号に乗って素敵なディナークルーズに出かけてみませんか。本格ディナーとライブ演奏も楽しめます。大切な人とちょっと贅沢を。
ウエストマリンはあなたに最高の時間をご提供します。 866-0489 ウエストマリン。329沿い千葉な十字路近くカフェヒカル。おばあちゃんの畑から採れた無農薬新鮮野菜を使った絶品メニュー。木曜日限定海鮮ちらし寿司御膳も大人気。美味しいのに安い本格料理が楽しめます。カフェヒカル。沖縄市コザに女性専用ドミトリーオープン。ディープなコザを巡った後に安心価格の1泊2000円小屋バス停近く 090-6593-7687 女性専用ドミトリーパレットコザ。1階はチャンプルーのお店、夕食酒絵の具もやっています。さあということで、いろんなこう放送事故観覧深空を乗り越えて、頑張っているこうね、ミミリでございますね。はい、あの花粉を上げてたら全部聞こえるからね。ね、いやいやでもね、失敗したら覚えるわけよ人間というのはさ、はい、失敗しなかったら覚えないよね。そうですね、はい、そうそうそうなんですよ。ツイキャスもねいっぱい来てますよ、はい、紹介いたしましょう。ねAKB ファンさん、はい、スティービーさん、GMK10 時からほんまやったよね、嘘かと思った過去あれ。だから言ってるわけ、ややこしいわけよ今日4月1日ね。これは、ケルノさんでいいのかな、やーあやーということでね。これリスさん、スティービーさん、はい、こんにちは。崎浜ゆいが向かっています。何それ。AKB ファンね、ちゃんと聞いてるよ、ありがとうございます。リーさんね、ラトーヤジャクソン初見です。なんだろうこれ、この中で話してるのかな、いまいちまだこうシステムがよくわからないスキービーさんでございますけどね。ミミリ、はい、もう入社してっていうのかな、はい、こうスタッフになって何日ぐらい、1ヶ月まだ経ってないです。1ヶ月経ってないんです、ね、うん、はい。で最近このいわゆる、AD をやるようになってきて、はい、こうミキサーをこうねミキシングするようになったんですけど、はい、覚えることだらけですか。そうなんです。ね、イーサーなんで、あの放送時効30秒とかさ、1分、はい、3分ぐらいはよ、はい、全然大丈夫よ。大丈夫。10秒であとっていう話を聞いたんですけど、大丈夫。FM 講座は。あ、本当ですか。うん、みんなね、あ3分ぐらい、あ今日は静かだねっていうぐらいで聞いてるはずよ。デジになってる。ねえ、でもほら、慣れてきてこういろんなのが自分で、あ、このタイミングだってスッとできるとまた快感になってくるはずだからさ。そうですね、あ今日できたみたいな、今できたみたいな。そうそうそう、ね、はい、あります。頑張ってよ。はい、頑張ります。で、ミミリは新体操の他になんかこう特技とかってある？特技ですか、うんうん、なんだろう、中国語ですかね。おう、あ、そうそう、俺番組で聞いたんだ、あ、なんで中国に行ったの。はい、私留学してました、大学時代。そう。なんで留学したの、あの中国。中国語専攻だったんです。あ、大学の。大学はどこだったの。大東文化大学。大東文化大って、はい、東京の板橋区にあります。ああ、そう、はい、ラグビーがすっげえ有名なとこだよな、はいはいはい、大東文化大ってな、うん、緑のジャージのな。そうです、そうです。よく知ってるだろ俺。、はい、すごいですね。ねえ、沖縄からもね、はい、行ったんだよ。ラグビーのね、はい、誰だったか、知念君じゃない、誰だったかな、誰かが大東文化大の、大東文化大学、結構沖縄との関わりが多くてですね、県人会もすごい盛り上がるんですよ毎年。そう、はい、それで中国語専攻して、はい、中国のどこ行ったの。北京に1年間。あ、そう、はい、姉妹大学の方に交換留学しました。じゃああなた中国語喋れるの。まあ、日常会話は問題ないかなと。おりゃ。特技あるさ。ありました。ね、はい、いや今だってビジネスでいっぱいこう中国語って活かせるはずだよ。そうですね、ねえ、うん、なのにね、うん、なのにね、なんかなのにねって。さあということでね、あ、ツイキャスも、ちょっと復活しましょうね、ツイキャス復活してモーリーのコーナー行きたいと思いますよ。
さあ山内一郎さんもね、営業先から帰ってきた今日この頃ね、続いてはこのコーナーでございます、おはようございます。改めてね、はい、おはようございます、はい、通常はこう眠りについてそろそろ起きようかなというような感じだったと思うんですけどね、大体いつもは12時ぐらいですかね、うん、起きてるのね、ということで、まあ、番組がある時にはちょっとこう早起きしてね、うん、でもほら最初の頃って10時半だったさ、はい、でその頃を覚えればそんな変わらんさな、うん、変わりますもう体が順応しすぎてるというね、はい、うん、まああのね、第1第3はもうこうあのちょっと地獄のこうあの朝を迎えると思うんですけど、まあまあ、はい、ね、ぜひ頑張っていただきたいと思います、はい、さあ今日は今週何を紹介されますか、うん、ね、うん、お酒の前にちょこっとだけインフォメーションですか。ほうほうほう、何でしょう、うん、僕実は、うん、まあ合唱部だったんですよ。え、マジ？あんた何やってるの？いろんなことやって、カメラとかさ、はい、で いろんなこう、ね、あの役者もちょっとこうなんか跳躍で出たりとかな。で、うん、一応、うん、沖縄県代表で九州までは行ってるんですよね、はあ、その時に指導してくださった旧姓親川陽子先生、今はね、うん、吉川陽子先生なんですが、うん、吉川さんね、はい、が、うん、もう引退なさるということで、はあ、でその方が4月の5日今週の日曜日ですね。ほうほうほう、日曜日に、うるま市市民劇場の響きホールがあるじゃないですか、うんうん、ありますあります。あそこでですね、一応、まあ、引退コンサートということで、ほう、まあ、コンサートをするんですよね、うんうん、これが、14時半開演、あ、会場で15時開演で入場無料ですので、うん、そのまあゆかりのある方もない方も、はあ、お近くの方はぜひちょっと響きホールまで足を運んでほしいなと。これもしかしてこう OBOG なんかも一緒にこう歌うっていうこともあるの？ですね、うん、歌を歌うというよりも、うん、一緒にピアノを弾くんですよね。あのラフマリノフとかリスプトとか、うん、そういう感じで、うんうんうん、だから僕らピアノが弾けないので出ないんですが、うんうん、その教え子と一緒に演奏をしようということで、ピアノ、この陽子先生はもともとピアノ専攻で音大行ってる方で、うん、もうもちろんピアノの腕はすごいんですが、うん、それでピアノコンサートということでやりますので、で入場無料ですのでお近くの方はぜひ遊びに来てほしいなと、ね、ぜひ皆さんね、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いしたいと思います。さあということで、ね、前回のあれなんだったっけ、日課の復刻な、いやあれそれは前々回です。前々回だった、はい、前回なんだったっけ、なんとかと、アイランドなんとかとだったっけ、島シリーズということで、まあイギリスのずっと上の方の島からウイスキーを持ってきたんですが、今回はね、同じ島シリーズで、うん、トバモリというやつ持ってまいりました、うん、マル島という島ですね。ほうほうほう、あ、そうか、シリーズやるって言ったね、はい、うんうん、でマル島地図も載っけてたよね。そうですね、うん、まあ、今も持ってるんですけど、うん、アイラ島がポコッとあって、はい、あって、でその隣にジュラ島ってあって、うん、その上の方にマル島ってあるんですよ。ほう、アイル・オブ・ジュラってやりましたよね、はい、その子さんがすっげえ反応したこうお酒だったんですけど、なんで、うん、どこ飲みたいって言ったから、あ、これ飲ませるの、はい、開けて開けてって言ってたからね、朝からな、言ってた言ってた。その上にある、ジュラ島の上にあるってことね。ジュラ島の上にある、うん、マル島という島で、うんうんうん、これがトバモリというウイスキーなんですよ。トバモリさん、はい、トバモリで、なんか日本人のこう名字みたいな感じだよね。そうですね、うん、これね、ここ今1798年であるんですけど、うん、はいはいはい、これ、うん、ちょっとインチキ臭いというかインチキで、うん、1798年には、うん、ビール会社として創業してるんですけど、ビール会社だ、見た目はなんかこうビールっぽいこう瓶だもんね、緑のね。まあまあ、うん、そうですね。ですからこれウイスキーはね、1823年ぐらいからしか作ってないんですよね、うん、ほうほうほう。でだけどそれも、10年ぐらいですぐ閉店しちゃって、うんうんうん、でその後1973年までずっとお休みしてるんですよ。え、はい、なんでですか。まあ作る人がいなくて、でいわゆるマイスターとかそういう人が、そうそうそう、ブレンダーとかっていないのね。1973年までお休みして1973年に創業してるんですけど、うん、1975年にまたお休みしてるんですよ。あれ、なんか FM 小座より適当だな。なあ、
そんな創業したものの、え、今年辞めるみたいな感じで、そんな感じなんだよね。で、復活したのが、1993年ほうにやっとまた復活をして、でそのそれから現在にまあ至ってるんですけども、ですから割とね、まあ一応1798年というのはあのスコッチの中でも古い方なんですけど、もう200年以上前で、はいはいはい、まあ、でも実際は1993年からなので、すごい新しい蒸留所でもあるんですね。そうだよね、はい、うん、そこの10年ですね、トバモリ10年だ。今回はあのこれもちょっと悩んだんですが、うん、こちらはね、トバモリはあの例のピートの聞いている方と、うんうんうん、聞いていない方と2つあるんですよ。ピートっていうとこう、あのいわゆる煙臭いっていうこと、煙臭いやつですね、うんうんうん、で、まあ、イブスからね、そうそうそう、うんうん、だけどまあ、2つあってで、うん、ほら、まあ、お店の名前もあるんですが、うちのお客さんはそういうピートの効いたのとか臭いのとか、はい、変な匂いがするやつとかも大好きなので、うん、まあ、そっちもいいなと思ったんですけど、なんか今暴動が出ましたね、うん、あの関係ないです、あの大人の事情です、はい、うん、ですが、まあ、今回はあのスタンダードがまあ10年なので、トバモリ10年を持ってまいりました、うん、どっちで見えるかな、こういう感じです、うん、はい、トバモリ10年です。なんかね、緑の瓶に入ってこういうビールありますよね、うん、確かに。だからビールっぽいよね。はい。うん。緑の瓶に入って。シングルモルト。シングルモルトですね。これもあの、はい、まあ、こっちにシングルモルトスコッチウイスキーです。スコッチ。スコッチです。うん、ね、ミミリにね、こう本当にこう簡単な、はい、情報なんですけど、はい、スコッチウイスキーと、うん、それから何だったっけ、アメリカのバーボンウイスキー、バーボンウイスキー、もうこれ場所で行ったらいいのかな。そうですね、うん、あの一応、うん、みんななんか混合してるんですけど、うんうん、バーボンは好きだけどウイスキーは飲めないさとかっていう人もいるんですが、あれ全部ウイスキーですそうスコッチウイスキー、はい、バーボンウイスキーなんですよ、はい、で、まあ、もっと言えば五大ウイスキーと言われてて、うん、それこそあのジャパニーズウイスキー、はい、それから今言ったスコッチウイスキー、はい、でバーボンウイスキーはアメリカンウイスキーになるんですよ、うん、アメリカンウイスキーの中のバーボンウイスキーなんですよね、はい、それからあのアイリッシュウイスキー、うん、でカナディアンウイスキー、うん、これが一応世界五大ウイスキーと言われてて、うん、この5つって大体もう世界のウイスキーの 80% ぐらいは占めてます、うん、へそのな、うん、スコッチウイスキーはだからこう スコットランドです。スコットランド、はい、私行きましたよスコットランド。ほう、中国もスコットランドもすごいですねスコットランドのウイスキーです。それがスコッチっていうことね。ごめんなさい、はい、はい、どうぞどうぞ、はい、で、そのもう本当にざっくり言うと、うん、もうスコットランドで作られてるのがスコッチ、うん、でアメリカのケンタッキー州で作られてるのがバーボン、うん、バーボンでバーボンは、ほぼ 51% 以上が、うん、はい、トウモロコシって決まってるんですよ、原料がね、はい、でスコッチは麦、しかも大麦なんですね、うん、でこれをモルトって言うんですけど、はい、そのモルトだけしか使ってない、要するに他の材料を、まあ、さっき言った、トウモロコシを混ぜたりとか、はい、他の小麦とかライ麦とかっていうのを使って作ったウイスキーもあって、それを混ぜたのは一応ブレンデッドウイスキーって言うんですけど、はいはい、そういうのを一切使わず大麦だけを使ったのが、まあ、シングルモルトと、まあ、ざっくりね、はい、法律的な細かいことを言うともっと詳しいので、はい、もうちょっとめんどくさいから、はい、ざっくりそう覚えとけば、麦のみ、ね、マッサンで麦は先、違いますよねあれだ、マッサンの世界だよな、まあ、マッサンの世界です、ね、うん、はいはいはい、だからその、うん、でうちはねこの前も、ちょっと、うん、おばさんが来て、はい、ここ何ねって言うから、うん、バーですって、バーはじゃあ何を置いてるのって、いやお酒ですと、うん、あじゃあオリオンあるねって、オリオンないです、ハイネケンしかビールはないですねハイネケン、外国ビール、あ分からんさ、あ、うん、島あるかって、島もごめんないです、何があるのって、もう見ての通り、うん、あのウイスキーですって、うん、ああ、ウイスキー、ウイスキーも昔よく飲んだよ、うん、じゃあ、うん、CC ちょうだいあ、ごめんなさい、CC ないですって、うん、あ、ないわ、
あ、じゃあセブンで、ごめんなさい、セブンもないです。は、何があるの？ウイスキーです。え、シーシーウイスキーアランバー、あ、ウイスキーです。何があるの？ウイスキー。うーんっていう、よくわからん会話してたんですよね。はい、で何が言いたいかったら、僕、うん、つまりうちのお店は、うん、このシングルモルトと、あのさっき言ったスコッチ、うん、あ、バーボンウイスキーをメインに扱っているので、うん、その他のウイスキーはあんま置いてないんですよ。はい、うん、もっとね詳しくやりたいけども、エンディングの曲が来てるのでね、そろそろこうもう締めにかかってこないと、ね、はい、じゃあ、うん、このトバモリを、はい、今日から、販売しますので、はい、これはね1杯700円で、1杯700円で、はい、これやっぱりこうロックとか、もうロックとかストレートとかいいかな、はい、っていう感じでございますので、ね、割と軽めのウイスキューなので、うん、ぜひ試してみてもいいかなと、はい、ということでございます。はい、ね、今エンディングに、てるりんさんの何節、あやかり節、あやかり節がね、流れていますけどね、今週土曜日は、小座てるりん祭プレイベント、ね、ライブでございます。4月4日土曜日、会場6時半、開演7時適当場所はセンター公民館で、荒井幸人さん、与那覇徹さん、島袋達也さんが出ます。そして本祭は4月12日日曜日午後12時から沖縄市中央パークアベニューで行われますのでね、はい、皆さんこういったバッジもね、販売してますんで、ぜひ皆さんご協力よろしくお願いします。あっという間の60分地域情報バラエティらしき番組、グモニコザ略して GMK、今週はこの辺でお別れです。お相手は私ミスタースティービーと、そして事故なくうまく切り抜けた、やったー、ミリーでした。はい、はい、そしてアイラの森です。また来週お会いしましょう、はい、来週も10時だよ、はい、来週も10時よろしくお願いします。さようなら、はい、さようなら。仕込みの日本そばとサクサクの天ぷら、ジューシーで柔らかいアグー天ぷらも大人気。本当に落ち着いた店内とこだわりのメニュー、島袋小学校入り口近く、赤い大きな看板が目印、日本そばと天ぷらの店、ももあん。ねえねえおばあ